秋の全国交通安全運動に合わせて東京・中野区ではお笑いコンビの鬼越トマホークが自転車のヘルメット着用などを呼びかけました。交通事故ゼロを目指そう。交通安全教室に参加した子どもたちはクイズに答えながら交通ルールを学びました。またヘルメットの着用も呼びかけられました。秋の交通安全運動では飲酒運転の根絶も改めて呼びかけられ、警視庁は検問などを実施して取り締まりを強化するとしています。